こんにちは。永井美学塾へようこそ。塾長の永井龍之介です。今回ちょっとなんかシンプルな感じだと思うんですけれども、今年の前半を振り返るということで、今年展覧会を開催した作家の中からちょっと作品を改めて紹介すると。で、今年になってからのバイリンガル版をね、一回、月に一回ぐらい配信をしています。本庄さと子さんにもご協力いただいてるんですけれども、その中で、この永井美学塾ですけれど、本庄さんはですね、日本アートプログラムっていう、タイトルでね、英語配信ということになりました。で、本庄さん自身が、うちの企画、やっている企画、あるいは私自身の思いを含めてですね、この永井画廊は何をやろうとしているのかということも踏まえて、永井美学塾のいわゆる直訳ではなくて、永井画廊は何だって、改めて英語圏の人に紹介をするというときに、日本アートプログラムをいろいろやっている画廊ですということでですね、そういうタイトルをつけていただいたんですね。これ、改めて私自身も、そういうタイトルを通してね、客観的に私がやろうとしていることも明確に見えてくるというところもありますし、まさに私はその日本アートをね、日本だけではなくて世界へ配信したいという思いで実はいろいろやってるんですね。で、いろんな人からですね、例えばこういうラインナップを見ただけでもですね、うちでご覧になった方わかると思うんですが、みんなそれぞれですよね。奥山さんはイメージとしては非常にその祈りをテーマに、その美しい女性をなんか菩薩の姿に、なぞらえてですね、非常にその神秘的なね、幻想的な作品、いわば日本画的ですよね。で、川野佑さん、もうこの人は亡くなっている方なんですけれども、抽象絵画なんですが、非常にそこに自然体というかですね、無意識のうちに出てきた作品なんですけれど、ある意味非常に東洋的な抽象画で、今まであるようでなかった本当に唯一無二の実は作品で、改めて私は今回展覧会を通して感じたところがあるんですね。で、藤井フランソワさん、この人も一応ジャンルとしては日本画なんですけれども、日本の神話をテーマに、君が代の庭というね、君が代の古来続く歌を題材にした庭をイメージしてですね、そこに神の使いと言われている鹿に、よく神話にも出てくる木の花咲夜姫であるとか大月姫であるとかですね、そういうところになぞらえた作品で、いわゆる神話の世界を描いています。そして斉藤彩さん、この方も本当に独自というか、誰も真似のできないオリジナリティの絵なんですよね。で、その斉藤さんの絵はですね、私本当に1年前に出会って以来、いや、こんな作家いたんだって驚きました。前回ですね、公募展でね、どういう作品を選ぶかっていう一つの根拠として、初めて見たと思える美しさであるとか、見たことない絵に出会いたいっていう話をしましたけど、まさにびっくりしました。こういう絵があるんだって、本当にどこにもないものなんですね。これも本当に斉藤さん自身が自然に自分の中から出てくるものを描いたということですね。そしてこのリエンさん、日本にも来てもう三十数年になる方で、水墨をずっとなさっている方なんですけれども、非常に独自の美しい、彩墨というかね、水墨というとその、墨の単色のイメージがありますけれど、非常に鮮やかな彩墨で、非常にこの、中国出身のリエンさんにしか描けない本当に美しい作品を紹介をしました。ですからそれぞれです。それぞれですけれども、私、そこに皆さんに一貫しているのは、それぞれの皆様がやむにやまれぬ思いというか、自分にはこれしかないんだっていう思いで実は残されている絵なんですね。で、決して流行に左右されるとか、これを描いたらどうだとかです、そういう意識は全くないんです。で、あえてこの共通項をたどるとすると、もう自然体ですよね。それぞれの作家紹介で、斉藤さんの時に私はそのおのずから叱ると、まさに自分自身の中からもう生まれてきた本当に自然界にある、野に咲く花々や小鳥のさえずりやですね、川のせせらぎや風とかで、そういったものと同じように
まさに斉藤さんがふっと出てきたものが多くの人を引きつける魅力がある、まさに自然体である。で、まあ、川野さんもそうですし、皆さん自然体である。そしてこの間リエンさんとの話もですね、有意無意っていうことが出てきました。まさにその無意識のうちに、ふっと出てくるもので、実は川野さんの絵の中にもですね、その無作為であるとか無意識であるとかね、そこから出てくるものを川野さんは求めていたって話がありました。ですから実はこれ皆さんに実は共通項が本当にあるんです。ただ形として出てきた絵画、目に見えるその表現されたものがですね、実はいろいろで、まあ、実はよくうちの画廊に来る人、あるいはその美術雑誌のその編集者なんかもですね、いや、なんか長屋画廊っていろいろやってますねって言われることも結構あるんですけれども、実は私の中では当然皆さん人間がそれぞれ顔が違う、性格が違う、行動パターンが違うのと同じように、いろいろあるのが実は自然体であって、だけどもそこに一つの共通項として皆さんが思う、もうやむにやまれぬ思いでこういう絵を描くんだ、それが結果としていろんな顔を持って作品となるということなんです。ですから実はこれ共通してます。で、この5人に限らず、今までうちがやってきた作家、扱っている作家はですね、皆さん同様ですね、うちでよくもう一番長くお付き合いがあって一番数多く作品を扱っている千住博さんですけれども、千住さんとですね、前お話をした時に千住さんから本当にあるいい言葉が出たんですね。で、自分からその絵を撮ったら何もないとみたいなね、こともおっしゃったことがあって、まさにもう絵がもう自分の中のもう血であり肉であると、もうそれしかないというね、思いで実は描いています。ですから皆さん実は共通してます。ですから私あんまりその絵画においてそのジャンル分けっていうのはあんま意味ないと思ってるんですね。よく、まあ、日本画であるとか洋画であるとか現代アートであるとかですね。で、これはまあ便宜的な分け方で、よく日本画の画廊、洋画の画廊、現代アートの画廊、じゃあ長井画廊はどこの 何の画廊かみたいな話が今までも出るんですけれども、で前ちょっとあるもうずいぶん前の話なんですけど、ある絵の展覧会をやって結構人気があって売れた画家がいたんですが、その人にですね、またやりませんかという声をかけた時に、何か、いや誰かからですね、いや長井画廊、まあ、その人はちょっと現代アート的な、まあ、作家だったんですけど、いや長井画廊は現代アートの画廊ではないので、なんでそこでやるんだみたいなこと言われたって話が出たってことがあるんですけど、非常にこれはですね、ナンセンスな話だなと。で、私、まあ、いわゆる現代アートっていうのも一つのなんか村になってるような感じがしてね、現代アートでもちろん評価される人が結構いるんですけれど、その現代アートに追随する、こうすれば現代アートで評価されるという思いで描いている人は私は実はあまり評価しません。そういった結果として現代アートという枠組みでね、捉えられていることは、まあそれは否定しないんですけれども、ですから改めて日本画だ、洋画だ、現代アートだというジャンル分けは実は私は意味がないと思っていますね。で、実はこの間展覧会とこのリエンさんとの対談の中でもね、話が出てきたんですけど、その、まあ、リエンさんの作品はあえて言えば、まあ、抽象的なんですが、まあ、具象抽象っていう分け方もですね、それは結果としての抽象に見えるものであるということで、あまり実は意味がないと思っています。で、そうでも話、私が最後の方で言ったのがですね、その意識の具象化って言ったんですね。よく写実であるとか対象を描くって、でそれを対象見た対象を描くことが、まあ、具象であり、そうではないのが抽象みたいなところがあるんですけれども、ある意味でこういう作品でも意識を具象化するものが、まあ、結果として抽象に見えますけど、ある意味で具象絵画なんですよね。ですからそういうことでいくと、まあ、なんか改めて別にその具象だ抽象だというジャンル分けそのものも非常に私はナンセンスな話ではないかなと思うことがあって、そういうことを考えるとですね、今、まあ、ただね、いわゆるマーケットの問題とか、はたから見たときに、やっぱり画廊は何を、どういう傾向の作品を扱っているかっていうことが明確になった方が、確かに商売しやすいっていうところもあるわけですね。ですから、そういう意味で、まあ、ジャンル分けっていうことになるんですけれども、私の中で、
先ほども申し上げたように、それぞれの人たちが、皆さんが思いを持ってね、やむにやむれの思いで描いている絵であれば、もう具象であろうが抽象であろうが、日本画であろうが洋画であろうが現代アートであろうがですね、関係ないなと。それが形として残っていくということです。と同時に、最初に申し上げたその本庄さんの名訳、日本アートプログラムですね。でもちろん、リエンさんは中国出身ですけども、日本に長くいらっしゃいます。ですけれども、いわゆるその日本アート、自分自身の中に流れている血ですよね。それが自分の中に根付いて自然に出てくるもの、それがですね、自然体で描かれているものが私は世界に発信できる。ですから、ここでしかできないことですよね。で、ナイガロのホームページにも書いてますけど、世界の中の日本、日本の中の東京、そして東京銀座のギャラリーでしか発信できないものを発信すると。で、それがここでやる意味ですからね。ですから、それをこれ継続していくことで、多くの人にこの長井画廊の意義をね、改めて知ってもらいたいと思うし、それをまあ、そのバイリンガル版をやることでね、より広く、逆にそのバイリンガル版をやることで、世界から見た日本、日本から見た日本の中の長井画廊っていう存在もですね、逆に外から見えるっていうところがあります。で、私自身も、実は30年くらい前に、パリにいたことがあって、逆に向こうに行ったことでですね、日本人であるってことに気づかされることが多いんですね。で、もともと、もちろん向こう、日本はずっと明治以降、あるいは第二次世界大戦以降ですね、西洋思考、やっぱ世の中がみんなそういった流れで来るわけなんですが、改めて世界に触れれば触れるほど、自分が日本人であるということを意識させられますし、やっぱり日本人として、この日本という風土の中でやるべきことは何かということを考えると、やはりまさに日本アートを発信するというところに至るということですね。ですから、そういう流れを、実は彼らもですね、別に意図しているわけではなくて、結果として、彼らの作品がですね、日本アートの今の時代を代表する画家にふさわしいということで、展覧会をやっています。ですから、これからもそういう思いで、いろんな展覧会を企画していますし、ちょうど実は来年、その父が画廊を始めて、実は1971年の創業なんですが、銀座の画廊でスタートしたのが1973年ということで、今年から来年にかけてがちょうど画廊の50年なんですね。その節目でちょっとまた新たな展開も考えています。で、本当にこのコロナがあったことで世の中大きく変わるなというのをもうずっと実は実感しています。で、特にこういう YouTube を、ね、力を入れようと思ったのも、オンライン、これからオンラインが極めて重要になるなということで、これもコロナによって改めて実感させられていますし、世の中も本当に大きく私は展開するんじゃないかな。よくその戦後という言い方、戦後70何年ということになるんですが、私はコロナ後っていう言葉がこれから私出てくると思いますね。コロナ後、まさにコロナがまだね、いろいろな、また感染者増えてますし、これからどういうことになるか、まだ見えないところもありますけれども、少なくともこの2022年、2023年、コロナになってからもう2年、3年という時間が経過していることを考えると、そろそろもうコロナ後っていうね、新しい時代、新しい生活スタイルというものに、実は、知らず知らずのうちに今なってるわけで、間違いなくコロナ後の新しい時代が始まるなという思いです。そういう中で、改めてこの日本アート、日本の、本当に世界を知れば知るほど日本文化、日本アートの素晴らしさというのを実は実感させられることが非常に多いんですね。ですから、そういった先人たちが築いてきたもの、そのものだけではなくて、やっぱり日本の風土の素晴らしさは、やはり人間が作る、日本、そこで生活する人たちが実は作るわけで、そういう中で私たちが生活する、あるいはそういう芸術、絵画表現をする、そういうものをね、改めてこれからの時代、未来へ向けて継承していきたいと思いますし、改めて継承しながら世界へ発信していくということで、私は非常にこのコロナというのをですね、ある意味で逆にいい経験というふうに私自身考えていて、これからも多くの人たちにそのアートの素晴らしさ、特に日本で生まれる日本アートの素晴らしさをね、皆様に改めて紹介をしていきたいということで、これからも継続していきたいと思います。
はい、ということで今回はですね、今年の前半を振り返りながら改めてその永井画廊とは何か、永井画廊がやろうとしていることの意義をね、多くの皆様にお伝えできたかなと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。